皆さんのおかげで知らないとヤバいシリーズがすごく大好評です。本当にありがとうございます。今回もアクセス数の多かった第15弾知らないとヤバい岐阜人気モーニングランキングベスト3を選びました。また映像の中に出てくるサービスや値段などは撮影した当時のサービスや値段ですのでよろしくお願いいたします。これからモーニングの人気ベスト3を発表します。それではベスト3位は岐阜県岐阜市のカフェディグルラパンです。モーニングは午前9時30分から営業しています。これからお邪魔するカフェティグルラパンは矢印の先です。駐車場はお店の前と横に広い駐車場があります。お昼頃にお邪魔しましたがお客さんでにぎわっています。ここのお店カフェティグルラパンは就労継続支援 A 型事業所です。窓が大きいのでお店が明るくて天井が高いので開放的です。また接客を一生懸命されてますので感じのいいお店です。ドリンクはコーヒー、紅茶、ミルク、ジュース、フロートなどがあります。モーニングは午前9時30分から15時までです。一日中モーニングは嬉しいサービスですよね。画面を少し動かします。ドリンク代プラス100円モーニングは3種類あります。おにぎりモーニングとジャムトーストモーニング、そしてワッフルモーニングの3種類のモーニングです。こちらはドリンク代プラス200円のスペシャルモーニングです。スペシャルモーニングはチーズと蜂蜜の相性が抜群のハニーチーズトーストモーニングとマヨ玉オグラの豪華な組み合わせセットのラパンモーニングの2種類があります。唐揚げ2個、ヒレカツ1個、エビフライ2尾ついてるティグルランチ、またハンバーグ、エビフライ2尾、目玉焼き、サラダ添えスープ付きのロコモコ、どちらも880円です。880円はお値打ちなランチですよね。スペシャルカレーもエビフライ3尾、サラダ、スープなどついてお値打ち価格です。この唐揚げ定食、エビフライ定食、どちらも600円はお値打ちですよね。このナポリタン、焼きそば、ハンバーグ、カレーなど600円はお値打ちです。お昼頃にお邪魔しましたのでモーニングはランチを兼ねたラパンモーニングを、ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。ホットコーヒーが380円です。ラパンモーニングはドリンク代プラス200円なのでモーニングはドリンク代込みの580円です。ドリンク代込みの580円でトーストが2枚、ゆで卵、サラダ、スープ、デザートのマンゴーの5品がついています。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストから見ていきます。トーストが2枚あります。1つはトーストにマヨ玉が乗せてあります。もう一方のトーストにはホイップクリームとオグラが乗せてあります。画面を少し動かします。次はサラダです。サラダにはキャベツ、レタス、コーンなどが入っています。また美味しいドレッシングが使われています。次はゆで卵です。ゆで卵を食べる時間は朝食と昼食にゆで卵を食べるのがおすすめです。朝食にゆで卵を食べると眠っていた体にしっかりと栄養素を取り込むことができます。逆に夕食後はエネルギー消費量が少なく脂肪に変わりやすくなるため控えた方がいいみたいです。また腹持ちがいいので間食にもおすすめみたいです。次はデザートのマンゴーです。
マンゴーは世界三大果物の一つみたいです。世界三大果物は東インド諸島のマンゴスチン、エクアドルのパイナップル、アンデスのチェリモヤだそうです。次はスープです。このスープはシンプルですが美味しいスープです。ちなみに世界三大スープと呼ばれているのはフランスのブイヤベース、タイのトムヤムクン、中国のフカヒレスープと言われています。次はホットコーヒーです。ドリンク代込みの580円でトーストが2枚、ゆで卵、サラダ、スープ、デザートのマンゴーの5品がついています。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。バタートーストにマヨ玉が山盛りに乗せてあります。嬉しいですね。こちらはオグラとホイップクリームが山盛りです。ふわふわの柔らかい口当たりとほんのり優しいバター、オグラとホイップクリームの甘さが口に広がって美味しいトーストです。このスープはシンプルですが美味しいスープです。この大きな器に入ってるサラダですが、サラダにはキャベツ、レタス、コーンなどが入っています。また美味しいドレッシングが使われています。このマンゴーは器にたくさん入っています。まろやかな甘みがありますので美味しいマンゴーです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代込みの580円でトーストが2枚、ゆで卵、サラダ、スープ、デザートのマンゴーの5品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第2位は岐阜県揖斐郡大野町のカフェレスト五の利張りの五です。午前8時からモーニングやってます。目的地は左側にあります。So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. 駐車場は店の前にあり、お店は綺麗で感じのいい喫茶店です。 Let's sing a song full of hope. お客さんが次から次へと入って見えて賑わっている喫茶店です。Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. 五の利弁当はお刺身、お肉、お魚、煮物、揚げ物、季節のサラダ、汁物、デザートついて、またライスの大盛り無料はすごく嬉しいですね。皆さん見てください。すごい豪華でおしゃれなモーニングです。ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。7品もついて450円は、すごくお値打ちなモーニングです。モーニングは日替わりで1種類だけですが、450円で7品もついていますので嬉しいです。ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。おしゃれなモーニングはホットサンドが2種類、生姜の薬味がついた乳麺、ローストビーフ、パスタサラダ、フライドポテト、ぶどうが入ったヨーグルト、フルーツのバナナの7品でたくさんついて嬉しいです。
ングにローストビーフがついて豪華で嬉しいです。ホットサンドはポテトサラダとハムチーズで美味しいホットサンドです。サラダにおしゃれなリボン型のパスタ、ファルファッペが使われています。今回のモーニングは、ホットサンドが2種類、生姜の薬味がついた、にゅうめん、ローストビーフ、パスタサラダ、フライドポテト、ブドウが入ったヨーグルト、フルーツのバナナの7品で、すごいモーニングでしょう。ただいま岐阜人気モーニングランキングベスト3を発表しています。それではベスト第1位は岐阜県安八郡郷土町のカフェバウムです。午前8時からモーニングやってます。左手前方に大垣警察署郷土交番があります。目的地は左側にあります。 Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like ドアに当店の駐車場は役場側の端から6台です。コインドリー前には駐車しないようにと書いてあります。モーニングは8時から11時まで、ランチは11時45分から14時まで、営業時間は8時から15時まで、定休日は水曜日です。ドリンク代のみのモーニングが1種類だけですが、トーストがマーガリン、いちごジャム、アブリコットジャム、ブルーベリージャム、小倉、卵の6種類から1種類を選びます。ドリンク代プラス200円で欲張りモーニングがあります。欲張りモーニングのホットサンドがハムチーズ、卵、小倉バターの3種類から1種類を選びます。ドリンク代のみのモーニングをお願いしました。このモーニングはホットコーヒーと小倉トーストです。こちらのモーニングはミルクティーと卵トーストをお願いしました。ホットコーヒーとミルクティーどちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。卵トーストの卵、すごい量です。とても嬉しいです。ドリンク代のみのモーニングをお願いしました。このモーニングはホットコーヒーと小倉トーストです。ドリンク代のみの450円で小倉トースト、あんかけ茶碗蒸し、がんもと、里芋の田楽、サラダ、酢飯、ゼリーの
6品の品数豊富でかなり充実してるモーニングです。さっぱりしたお酢の風味でいろんな具が入ってるので風味が増して美味しい酢飯です。いろんな具が入っています。食感が楽しめる美味しいゴロゴロポテトサラダです。ポテトサラダの下にはいろんな野菜が入った美味しい野菜サラダです。がんもどきと里芋の味噌田楽、久しぶりに食べるのですごく美味しいです。あんかけ茶碗蒸しですが、私初めて食べるんだと思います。食べた記憶がないので初めてです。すごく珍しいあんかけ茶碗蒸しです。いろんな具がたくさん入っていますが、薄く切った柚子の皮が入ってるみたいで、少し変わった風味の美味しい味わいの茶碗蒸しです。程よい甘さの私好みの粒あんの美味しい小倉あんです。繊細なおしゃれなゼリーです。カフェバウムさんはまだ最近ボード町役場近くに新しくオープンしたカフェみたいです。店の中がすごく綺麗でとても感じのいいお店です。皆さん、今回の第15弾知らないとやばい岐阜人気モーニングランキングベスト3はどうでしたか？また映像の中に出てきたサービスやモーニングの値段などは撮影した当時の値段です。よろしくお願いします。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。